東京の有名な放送局なんですがね、私のこの怖い話というのをその音取ったわけですね。でディレクターが編集することになった。ところがどこの編集室もこれいっぱいだったんで、彼はスタジオを使ったわけですね。そこは古いスタジオなんです。結構大きいんです。要するに大きなガラス張り、金魚鉢って言いますかね。でその向こうにスタジオになってる、こっち側で編集してる。それも深夜でして、テープを回しながら私の話をこういろいろと組み合わせるわけですよ。時間はどのくらいかわからない。ん？隣がこう顔を上げると、薄暗い明かりのついたスタジオの中に男が一人ともーって立ってる。あれ？警備のおじさんかなと思った。ただおかしいのは、このスタジオに入るためにはまず熱い扉をね、開けて閉めなくちゃいけない。で、そばを通ってもう一つ、ドン！やらなかったら入れない。確かに音は聞いてますけど、ドアの開け閉めの音を聞いた覚えがない。いつ入ったんだろうなぁと思ったけど、まあそんなとこやってる場合じゃない。自分は一生懸命編集してた。しばらく経って、へっと顔を見た。誰もいない。おかしいな。いなくなったって別に不思議はないんだけど、出るなら出るときに音がするはずなんですよ。ねえ。ガチャッ。ドン。で、もう一つ。ガチャッ。ドン。音がない。一体いつ出てったんだろうと思いつつ、また編集してた。しばらくしたときに、ふっと何かが目に入ったんですね。なんだろうと思って、こう、網を使ってみると、自分の前の方、機材が並んでるんですが、そこに誰かが立ってる。と思って見上げたらば、自分の台がある。もう一つ編集の台があって、その向こうはガラスになってる。ガラスを背に誰か立ってる。青白い顔した男でも、顔がよくわからない。古い服を着て、立って黙ってこっち見てる。なんだ、警備のおっさん、ここにいたのか、なんで見てんだろうなと思ってる。次の瞬間、おかしい。というのは、その前にある編集の機械、それとそのガラス張りのガラス、この間せいぜいあっても15センチ。人間が立てるわけがない。コードが散乱してますからね。あんなとこ立てるわけないやと思った瞬間、そのままの格好で横にツーッとずれた。え？横にずれるわけがない。ツーッとずれた。そのまま唖然として眺めて顔を見た。と、こうなってきて止まった。あらーっと思ったら顔が崩れたと。にゃ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 と。と思ったら、崩れた顔がそのまま自分に向かって、うーんってきた。ドン！倒れて失神しちゃった。警備の方が来て起こされた。大丈夫ですかって言って、ああ、勘弁してくださいって言って、いやいや、大丈夫です。どうしたんですかって、いやいや、実はこういうわけで言って、いやー、そうですか。翌日になってみんなに言った。編集ができてない。お前、言い訳だろうとか言われたわけですよ。それあんたね、怖い話をやってるからそういうの見たんだよ。みんな笑って会えてきた。で、それはその後、その間終わった。それから、1ヶ月後ですか。別のディレクターがそこでもって、やはり仕事始めた。それもなんだ！やっぱり怖い話だったんです。私がいつ話を入れてるんですかね。彼が言ってた。ふっと思い出しますよね。よせよ。確かあいつ言ったよね。そんなわけはないよって、ふってみたら、男がちゃんといる。嘘だろうと思った。考えたらドアの音がしてない。嘘だーと思った。しばらく見た。いない。話の通り。おい、ちょっと待てよと思った。でも一生懸命仕事してふっとった。人が立ってるのが見える。嘘だろうって顔見たら、そこにちゃんとこっちをじーっと見てるとか言って。それがしばらく来たら、スーッと来てる。うわっつってきた。で、この話は信じたことがあるんですよね。以来、その有名なスタジオは誰も使っていません。もっとも今は、その建物は壊されましたね。新しい建物は立派なやつがそこに建ってます。この曲ね、言うとすぐバレてしまうんですが、東京のど真ん中にある有名な曲なんですよ。